用意とかしてたら、うん、ねえってなんかマジで。どうもオカルトコレクター田中俊夫です。どうも元仮装職員の下田花男です。うん、僕らさ、その好き好んであんまり何そのいわくつきの場所ってあんまいかんぐらい、あんまいかんな、あんま別に、うん、まあ神社とかな、なんか祀ってるとかそんなもんいいけどさ、うん、なんかここのマンション出ますとか言われたらさ、あほなええですわって言っていかへんやん別に。あんまいかよなマジで。別にな、うん、あんまりそこは興味ないことないんやけど、うん、単純にただ純粋に怖いやんなんか、うん、っていうのがあって避けがちなんやけどさ、うん、この前驚愕の事実やったけど、うん、まあ、僕らが、ね、その全国でいろんなところで、うんうん、イベント会場でイベントやってたりとか、うん、でね、その大きい会場とかもあるやん、うん、でそこの一つがさめっちゃ有名な場所やってんな。あ、そう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 、もともと何だっけ、ストリップ劇場みたいなこともやってた、やってたって言ってたなって言ってたんですよね、うん、で話としては女の子、うん、その女の子っていうのが子供の意味での女の子なのか、うん、若い女性という意味での女の子なのかちょっと分からへんねんけど、うん、がそのいると、うん、でそいつが裸足でなんかペタ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 って走る音が聞こえるとかいう、うん、なんかまあ本当にこう、あ、お化けっぽい怖いやつのまあ話があるっていうのをまあ聞いて、あ、そうだったんやみたいな、うん、へーみたいな話をした後に、うん、そこのさ劇場のスタッフさんに聞いてん、うん、さっきちょっとイベントでこれ僕ら喋ってましたけど、うん、実際そんなんて聞いたことありますって言ったら、うん、あ、ありますありますって言っててさ、うん、あのスタッフも知ってんねんな、やっぱり全然言わんかったな、働いてるから、うん、僕前聞いたのはなんかその地下にちょっと入るところがあって事務所みたいなところがあって、うん、なんかそこも出るみたいなこと言ってたんやけど、うん、まあ一番有名なのはその、劇場の、まあ、一番大きいところね、うん、に女の人が出るっていう、うん、でその出方っていうのがスタッフさんやから、うん、まあ劇場お客さんも全部いなくなって掃除して帰り際、うん、出て鍵閉める時にその出て振って振り向いたら真ん中にポンって立ってるみたいなのを見たっていう人がいるのは聞いたことありますって言ってて、でーって、うん、あとなんか他にないですかって言って、あ、あとみたいな、だからそのさっき言った掃除するやん、うんうん、もう劇場掃除してバーってやってふってちりとり見たらありえへんぐらいの量の髪の毛が入ってることがあるって。へえ、怖っ。めっちゃ怖いやろ、消えちゃうわ。めっちゃ怖いやろ。いや怖いやろ。なんやねん、物理攻撃してくんなよ。だからそのイベントとかでなんからし、うん、そうらしいっていう話はしてたけど、うん、スタッフ間でも結構有名な話やって、まあなんか古い劇場よなあれ。古い古い、めっちゃ古い、めっちゃ古い。なんか俺らも行った時さ、うん、入った瞬間線香の匂いしてや、楽屋な。した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 えっと思って、僕も誰か葬儀指揮してんのかいなって言うたもんな、うん、じゃあ比嘉さんがな、うん、あの線香焚いてたら、うん、そう、あれ何してあったんやろ、あ、聞いてん、うん、あ、なんで線香焚いてん、いやちょっとねって言ってた、楽屋に良くない雰囲気が。いや、ほんでや、うん、その楽屋、うん、もう言われてんねん、あ、言ってた、あの僕らの出たところの楽屋な、うん、であそこの奥に比嘉さんやったかな、比嘉さん、比嘉さん言ってたよな、うん、あの奥にあそこいるわみたいなことなんか言うてて、あ、そうなんですね、それは全然もう楽屋でもう僕と比嘉さんと、うん、あとちょっととぐらいの感じよ、うんうん、あれ多分あの三振弾いてくれる片岡さんって状態めっちゃうまい、うんうん、歌うまい人、あの人がリハーサル中してて、で僕らがその話しとってマジっすかみたいな、うんうん、楽屋でみたいな話をしてて、うん、でその後本番が始まりで全部終わったやんか、うん、全部終わった後に集合写真撮ったやろ、うんうん、みんなで、うん、でその時にな片岡さんおらんかったやろ、うん、あ、おらんかったな、そうやろ、さっき帰ったんじゃないの、あれな断ってんで、うん、え、どういうこと、じゃあちょっといいですいいですって言って、あ、入らんかった、そう入らんかったやん、あのスタッフさんが言ってくれたんやけど、うん、片岡さんもって言ったんやけど、いやもう僕はって言って、あれどこで撮ったっけ、ステージ、あのステージ上で、はいはいはい、でなんでかをな後で聞きました、うん、僕そのイベント終わってからや、うん、あのお店行って、うん、いや今日ありがとうございましたって言って、うん、あれ何やったんですかって言って、いやあれねって言って、うん、その自分がなんか楽屋に、うん、だからみんな僕らがトーク行ってる時に自分は楽屋に行ってなんかゴソゴソしとったんで、うん、であの人な奥の方おったやろ、う
おったおった楽屋の、うん、でなんかその用意とかしてたら、うんうん、ねえってなんかマジでめっちゃ聞こえたと、うんうん、でまあただ風の音とかはもうあるやん、うん、あーみたいな、うん、なんか分かれへんけどでもいやいやなんかめっちゃ嫌な感じしてんで、でいやこれなんかやばいなみたいな、まあここでまず一致してんねん、あここの楽屋の奥らしいっていう話を、それ知らんってこと、そう知らん知らん知らん、お一致してんなと思ってっていうのがあったのと、うん、あの人2回歌ってるやん、2回一番最初ちょっと盛り上げる感じでバーンやって休憩の時、そう休憩の時にやってくれて、休憩の時にあの人な座って弾いてはんねん、うん、でその時にな肩を叩かれたんですって言ってて、マジで、だからあの集合写真の時にあのステージの上にあの上がりたくなくて、いやガチやん言ってや後半とかあるからもう本当嫌ですもう出てきてくれよ言ってた、まあそういう理由やった、そういう理由やったんで、プラスまだあんの不思議大百科スタッフが、うん、あのその話を、うん聞いて、うん、マジかみたいな、うん、でもその楽屋もさあの片付けとかもせなあかんし、うん、荷物もあるやんか、うん、でしゃあないからその次僕らがもう僕らは自分の荷物は持って出てる間やで、うん、スタッフさんが一人入ってここやんみたいな、うん、いやーわーってでその奥側にちょっと鏡あんねんってなんか、うん、でも鏡とかもう怖いやん、うん、絶対見んとこみたいな絶対嫌やわってなんかごそごそやったらスマホがなんかブーブーって鳴ってて、うん、って電話ちょっと今忙しいみたいなですぐ消えてんて、うん、で楽屋を出てパッて見たら非通知から電話かかってきてんで、あータイミングがこれな着信アイディアやったらもうやりに来てるよなまあたまたまやと思うけどな、うん、めちゃくちゃ嫌がってたで、非通知なんか何年も来てへんちゅうねんみたいな感じでなんかめっちゃ嫌がってた、なんかどっかから電話かかってくるっていうのを、うん、なんかようあるやんそういうの、うん、タイミング怖いな、タイミング怖いよな、まあそういう歴史深いところということで、しかも楽屋で俺ずっと座ってた場所、うん、その一番奥やで俺、あそう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 で、そあそこやろ、そうせやね、言ってやすぐ、いやいや比嘉さんとかも、いやいやあのみんな知ってる、俺ずっとあそこ座ってたよ、居心地よかった、なんでなん、せやろ、あの読みのものやから読みのものやからね、やっぱりな、でも片岡さんの話がちょっと怖いな、そやろ、ほんともう嫌でってめっちゃ言ってた階段やんそれと思ってっていう話です、そうなんや、はい、まあちょっとあれやな、まあ、階段話しながら、うん、中でもちょっとそういうことがあって、裏側でもそういうことがあるってことですね、うん、そうですね、まあ、古いところはね、うんうんうん、話は逸話はあるでしょう、そういうのがあるところの方が歴史があるという証拠でもあるんじゃないかなと僕は思いますけどね、うん、はい、それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。